こんにちは友人。Google 落書きは月曜日に活気のある落書きで惑星の北半球で夏のシーズンの始まりを祝いました。Google は背中にレモンとヤシの葉を持った Google 3D 動物ヘッジホッグでロゴを変更しました。夏のシーズンは毎年6月21日または6月22日に北半球で始まります。2021年には、夏至または1年で最も長い日が2021年6月21日月曜日に行われます。イタリ天は赤道の両側で反対であるため、北半球の夏至は南半球の冬至であり、その逆も同様です。このビデオを見てくれてありがとう。このビデオを好きにして、私のチャンネルを購読してください。